ヤドモトくんのスペード、タジト、ヘイヘイ、オリガリョウダです、イエーイ。 LINE っていうアプリあるじゃないですか。はい、今若者で大人気のあのアプリですか。あのアプリ、みんなと連絡取るわけじゃないですか、うん、でもなんか文字打つのめんどくせえなみたいな、うん、時にオッケーみたいなスタンプが出ちゃう。はいはい、 LINE スタンプでね、その究極系を考えた結果、はい、LINE スタンプだけで要件を全部伝えれるんじゃないかそれは楽なのかと思ってしまっためんどくさくてスタンプだけでやり取りしだすってことそう、もうそれ次世代も次世代じゃない、文字も打たなくていい、なかったらすごく楽ですよ。確かにスタンプ絵もあるから伝わりやすいかもしれんよね、もしかしたらそう、文字より。今回はそれを検証していきたいと思います、はい、3人にはあるものを持ってある場所に集合しようっていう共通概念だけ、はい、持って別々の場所に離れてもらいますと、はい、で3人の LINE グループでそこではもう文字禁止です。 LINE スタンプのみでどこに集合する、ここに集合しよう、何持ってく、これ持ってくっていう会話を成立させてちゃんとそれ通りに集まれるのかと。むず、誰がリーダーとかないんでしょ。誰がリーダーとかもない。だからそれをやめようってやり取りも全部スタンプなんですよ。そうで、まあ僕ら仲いいんで、あの一心伝心力というかそういうものも騙されるんじゃないかなと。いや、これできたらもうすごいことですよ、うん、まあ、LINE なんていうアプリいらないもん。スタンプっていうアプリがあればいいやっていきますか、早速。はい、はい、散りますか、部屋に何かを持ってどっかに集合するぞー。今ね、3人別々の部屋にいると。で、準備は OK みたいですね。で、まず会話の展開としてはどこにすると。どこにするがなかったんで、ちょっとこの集合何時でどこにするを表現しよう。で、まず芝居から何時集合と来ましたね。僕のスタンプですね。僕の顔ですね。時間のスタンプを今からダウンロードしないといけないの、これ。今が3時なんで、3時45分にしました。なんでかな、 OK って言ってくれればいいのに意味わかんないスタンプを芝居が飛ばしてくるんですよね。集合時間は決まったっぽいですね。まずい、場所を表すスタンプがなさすぎる。ここだ。これ海を示している。わからんけど、いや絶対ダメだから、僕はダメダメ正金さんスタンプでダメダメと行きました。ダメダメ、確かにこんな曖昧な答えでは到底集合できはしない。何を持っていくか決めた方がいいのかな。それが柴田に対する態度か。態度です。ボーリング、ウィーン、ほう、なんだこれ。ウィーン、イエーイ。ウィーンはフレーンゲーム、これはボーリング、これは岡崎市のアミューズメントパーク、グランドボールを表している。持ち物なのか場所なのか。あ、豆腐を持ってボーリング場、豆腐を持ってボーリング場で、ね、これは豆腐を持ってボーリング場で。りょうくんはそれだって言って分かってくれたっぽい。としみつの、としみつのこのりささんの絵文字、何を持っていくかの話題にどうやって移ればいいのか。俺も一旦外に出よう。うん、外に出るとします。移動したんだけど、としみつだけね、理解できてないっぽいんですよね。やばい、外に出たはいいものの車がない。タクシーで行く、タクシーで行くしかない。ちょっといいことを思いついたというか、大事なことを思いついたというか、この待ち合わせの動画の後に哲也くんの実家に行って、なんかお見舞いをする動画撮るんですけど、完全に方向が一緒なんですよ。だからその容量がいい僕とかは荷物とかもちゃんと持ってきてすぐ行けるように用意してるんですけど、多分芝生絶対荷物を持ってないんですよね。スタンプでどうにか伝えたいなって思っている所存でございます。お見舞い大丈夫と送りました。これでお見舞いの荷物大丈夫と伝わってくれれば。どんなものを持っていくか決めなければいけない。でもりょうくんはこれは理解しているのか。お見舞い大丈夫、これに何かの意味があるぽいな。この後なんかお見舞いみたいな動画を撮るんですよ。そっちのことを言ってるのかな。しわゆうがやっぱりわからない。つらいな、どうすればいいんだろう。難しいな。次の動画に使うものをシンプルに持ってきた方がいいんじゃねっていうことだと思うんですよ、これは。で、今持ってきてねえ、持ってきてねえんですよ、今。だからノーって言ったんですよ。で、キモいって言われたんで、一応気付けしましょう。猫の手が欲しい、助けて欲しい、としみつ、
持ってきてっていう、これぐるんぐるん持ってきてっていう意味で言ったつもりなんですけど、でもとにかく今そんな事務的な話をしてる場合じゃなくて、次の動画のことは一旦忘れて荷物の話をまた今からします。はい、豆腐買ってきました。これを持ってボーリング場に向かいます。向かいます、向かいます、向かいます。トミーがぐるんぐるんしてるスタンプ、としみつのスタンプ、トミーのぐるんぐるん、はてなはてな、ジンパネもうすぐ集合時間の45分、肝心の何を持っていくか、これは僕ちょっとめちゃくちゃ迷ったんですけど、徹夜お見舞い荷物大丈夫、これはでも多分業務連絡なので、もう改めて荷物何を持っていくかっていうのを僕が LINE に提示しました。もうこれ時間がないんで、集合時間までもうすぐ買えるものといったら、コンビニに売ってるもの、伝えるのにちょうどいいスタンプがあったんで、酸っぱい秒で食う黄色いもの買えたって送りました。このコンボはね、非常に水溜りボンドのスタンプが優秀だった。まあ僕の答えはこれです。グランドボールに15時45分、カムカムレモンを持って集合。じゃあ集合場所に行ってみましょう。グランドボール絶対ここです。あれ、いざ、おお、え、いざ、おお、はい、いたぞ。私おい、いたのか。おい、高身長いたということで、うん、3人集合は成功。はい、こうだ、やった。一応できる、集合は。集まれちゃった。集まれて、集まれたね。なんか集まっ、なんか集まってよかったのかわからんぐらい簡単に集まった。ちょっと簡単だったね。ということで、持ってきたもの、はい、はい、あ、持ってきたものか。え、抹茶が説だ。なんで何も考えてなかったもん。なんで、なんで、ごめんごめん、めっちゃバカだった。ラインスタンプ連絡取れ、ね、スタンプだけ連絡取れ合わない方がいいわ。それに関してはスタンプ関係ないじゃん。なんで、それもう最初から、最初から入りで言ったじゃん。そういう頭で言ったよ。え、無理だった。めちゃくちゃ焦った。なんで、ごめん。ちょっと待って、一回出そう、出そう。なに、ほらほら、こいつわけわかんない。いくよ、せーの、恐竜カムカムレモン。なんで、それはおかしいじゃん。なんで豆腐、そんなわけないじゃん。なんで豆腐、お前が豆腐送っただろ。意味わからないんだけど。意味わからないんだけど。豆腐行ってくじゃん、ちょっと待って。豆腐、ボーリング、この並び、豆腐を持ち上げてる。豆腐じゃねえ、これ。どういうこと。いや、だからゲーセンとボーリング、ゲーセンとボーリングの場所はここしかないじゃん。豆腐、豆腐持ち上げてたら豆腐持ってこいでしょ。なんでだよ。絶対そうだよ。どうしようかなって困ったら、この辺でお見舞い。そう、この時点で俺は豆腐って気づいた上で、ここまで来るならもうその次の動画の準備も持って哲也んち行った方が早いなと思って。まあそれはずっと持ってた。だからメロンなのかな。メロン、メロン持ってけばいいのかな。違うだろ。じゃあ お見舞いの荷物は持ってきたので、ない。なんで、これかレモンが、これがカムカムレモンね。ああ、いや、わかるわけないじゃん。もうギリギリまでなくて、もう何も決まってないと思うさ。豆腐って決まったやん、最初に。決まってないの。何も伝わらんかった、俺は。っていうか、そもそも荷物の存在忘れてたから。関係ないから、清水は全部忘れてるな。それはね、一番ひどい。俺は目的地に来ればいいと思った。じゃあ、ここに来た時点で達成感すごかったんだ。すごかった。なんか楽勝で申し訳ないな。なんでだよ。うん、場所はやっぱ簡単でしたね、意外と。失敗やん。失敗やん。失敗だよ。失敗したわ。よくない失敗だよ。ラインスタンプで連絡取らん方がいいよ。そうだね。はい、という結果になりました。はい。まあ文字で打った方がいいと。うん。そして企画を理解していないやつが一人いるというね。ポンコツ出てる？いや、ポンコツじゃない、別に。ポンコツだろ。なんだ？何が？何がなんだよ。そう、もう電話とマジでやり取りしよう。マジで、はい、本当に。あと今後こういうことがないように、はい、もうとしみつ企画倒れしてないっていうスタンプを作ろう。としみつ大丈夫用スタンプね。はい、皆さん気をつけてください。うん、はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。